最近外から魔物が入り込むことが多いらしいな。護衛の依頼が多いのはそのせいかもな。リーンベルは風呂。かわいい坊やね。焦っちゃダメよ。何を考えているのかしら。なかなかのモンスターだな。最近多いよね。もうエッチなんだから。ふざけた演出かましてんじゃねえぞ。まさかモンスター。おお、早い早い。リンジ、うわ、おい、上がってこいよ。なかなか手強いモンスターだったみたいだな。うるさいよ。ごめんなさい。何か見えたの？お前の方は何が見えたのかな？何も見えてねえよ。見えるほどなかったか。何が？胸。真っ暗だ。発電所が気になるな。行けるか？夜道は慣れてる。あ、私も行くよ。ねえゼファー、見えてないよね。夜道は慣れてる。見えてないよ。サボってんのよな。仕事サボってんのよな。
だ。これじゃあゴミ掃これじゃあゴミ掃除してる気分だ。何？しょうがない。相手してあげるよ。
愛さ。それでお前は助けて。勝算のない相手に銃。今回の私の役目は攻め、それとも守り。ジンベルちゃんは攻め好きです。わかります。あ、意味わかんねえ。遅い。助けて。物足りないって感じてる。じ、私はついていくのがやっと。でもついていけるようにはなったから。バカにしない。なめんじゃ。
めてんじゃねえぞ。これで終わりだ。そこを動くなよ。絶対んだよ。動くなよ。で終わりさ。
かっていじってるの？まあ、なんとなくな。あっちで待ってるぜ。お前もあっちへ行ってな。発電所がこのざまでも、シャンデリアは何の影響もなしか。シャンデリア、綺麗なんだね。あそこにいた時は、わからなかった。けっ、大層な名前の割に、光は全然届かねえ。でも私は、こっちの方が好き。おい、おい、帰るぞ。ゼファー、早く来ないと置いてっちゃうよ。一人は慣れてる。え、何？やはりこちらでしたか。今だけでいい。二人だけにしてくれないか。わかりました。不条理な死など絶対に認められない。人々が幸福に暮らせる世界を作り上げる。私が唯一あなたに共感できることは、納得できないという感情です。なぜ人間は機械に管理されるという存在へと落ちたのか。かつて神に届こうと巨大な塔を作り、怒りに触れた愚かな人間たちですが、やはりあれはただの機械です。これは挑戦ですよ。必ず成し遂げるとしましょう。